US シネマは、老舗映画工業会社千葉工業株式会社が、千葉県と茨城県で運営する、シネマコンプレックスチェーンである。旧名称は、シネマックスで、2016年現在もウェブサイトのドメイン名で使用されている。シネマックス開始以降の略歴である。シネマックス千葉、千葉劇場とシネマックスパルナイナ式、千原大足利のポイントカードは異なる。 稲敷、千原大、足利では、1作品あたり、通常100ポイントの付与であるが、ポイント付与が2倍になる。W ポイント作品が、毎週2から3作品ほどある。60歳以上向けの、シニアカードは1作品あたり150ポイント付与される。当初は、稲敷のみで発行されていたが、2008年4月から、千原大、足利でも発行されるようになった。 有効期限は年度末。カードの提示で鑑賞料金が200円割引になったり、スタンプを貯めるとポップコーンがもらえたりする特典がある。千葉工業株式会社は日本の映画工業会社である。サイレント映画の時代である1919 19年、個人事業の薄い工業部として千葉県千葉市に創業した。映画界でも老舗の企業であり、 劇場の経営と不動産賃貸業を行う。1919年、東京市深川区へ中寺まで商業を営む薄井、小一の父が、千葉県千葉市の蓮池地区に活動写真の常設館として、千葉園芸館を開館し、薄井家の個人事業として薄井工業部を創業。時期は不明であるが、薄井小一が二代目を引き継ぎ、1936年頃には、 社長として、経営を行っている。第二次世界大戦末期の1945年、千葉園芸館を取り壊し、その後の同年6月10日に、千葉空襲を受ける。戦後復興し、1946年頃には、復興した千葉園芸館を含めて、千葉県内の市川市、道市中山、船橋、銚子市等に八館の映画館を展開する。 1948年3月、関連会社として、千葉復興を設立する。1952年、薄井正一が選挙に当選し、衆議院議員に就任する。同年、正一の長男、薄井和代が、同社に入社する。1953年9月には、従来の個人事業を、改めて株式会社化し、 千葉工業株式会社として設立、薄井翔一が社長に就任する。1957年12月26日、千葉県工業環境衛生同業組合を設立、千葉工業本社内に置き、薄井翔一が組合長に就任する。1966年、薄井和代が三代目社長に就任。この頃には映画産業の社用化が進んでおり、 同社の経営する劇場は、千葉劇場一貫のみとなっていた。1967年1月には、小一の三男、薄井秀夫が入社し、専務取締役に就任するが、1980年6月の衆議院選挙に当選、退任する。1983年、仙台社長、薄井小一が正界を、引退、三年前に当選していた。 薄い秀夫が地盤を引き継ぐ。1994年には、同志中央区中央の千葉劇場を改装し、中央 CIB ビルに、新創開館。1997年5月24日には、同志中央区不死身にシネマックス千葉を新たに開館し、シネマコンプレックス事業に乗り出す。以降、5サイトを新設、うち1サイトからは撤退し、 現在4サイトのシネマコンプレックスを経営する。2002年6月17日、千葉市三浜区日比谷の幕張新都心にメッセアミューズ、モールをオープン、関連会社の千葉復興がこれを所有、テナントにセガのクラブセガ幕張、角川グループが経営するシネプレックス幕張が入居し、現在に至る。2004年10月13日、 群馬県藤岡市にあるゴルフ場、ルーデンスカントリークラブを経営する、群馬ルーデンスカントリークラブを参加に収める。2005年までは、角川ヘラルドピクチャーズの上位第5位の大株主であったが、角川ヘラルドが、同年6月、角川グループホールディングスの100%子会社となる、ため、持ち株を手放している。2011年1月14日、 同社の最初のシネコンであった、シネマックス千葉を閉館した。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。